はい、マスクが届いたよというメッセージありがとうございます。速稼塾の久保でございます。今日ね、町内会があったんで町内会の方に行ってきまして、今日は回覧板のネタをね、各区長さんにお配りしてきたということですけども、やっぱりね、ここでも3密を意識して、しっかりとね運営しなくてはならないなというふうに思っております。今日はね結構うまくいったのかなと。全体的に町内会の運営ってのは1時間ぐらいかかるんですけども、今日はねなんと5分で終わったというね。パッパッとやればね本当に5分で終わるわけですよ。大事なことだけ伝えればいいわけなんですよね。でもやっぱり昔ながらにこうみんなで揃って号令かけて段取りよくやってってことになると1時間かかっちゃうんですよね。でも大事なことってたった5分しかないわけなんですよ。で、文章で渡せば済むことですからね。だいたい喋ってることって文章読んでるだけなんで、朗読してるだけなんでね。まあそんな愚痴を申し上げましたけども、この仕組みを変えていくのも現職でね、会長している私の役目なのかなと思っております。ズームをやって町内会ってわけにはいかないと思いますけども、まあ帰れるところは少しずつね声を上げていこうかなと思っているところでございます。はい、で レターの方に読まさせていただきます。本日マスク届きました。ピンクとブルーの2セットも送っていただき本当に感謝です。大切に使わせていただきます。いえ、大切にしなくて大丈夫です。やっぱりきっちり使ったらやっぱりね、使いますんじゃなくてパッと捨ててくださいね。衛生一番ですからね。でまたね、私の方からもこういう風なキャンペーンやっていきたいなと思うんですけども、まあ言ってみればもうマスクって今自由に買えるようになっちゃったんで、またね私の方にこれ使ってくださいって感じで寄付が転売屋さんからね投げられたらその時またやらせていただきます。はい、続きですよね。久保さんはもちろんのこと、仕事といえども当たり前に届けてくださった郵便局の方にも感謝ですねって、ありがたいことです。いや、この気持ちすごく大事ですよ。私たちはね、遠隔で仕事ができるとか Zoom でいいじゃないかとかね、それから通販すれば自分は混雑に並ぶ必要もないよねっていうふうに軽々しく言うんですけども、やっぱりね、通販やればトラックの運転手とか、それから配送とか仕分けの方とかね、梱包する方とか、やっぱり多くの人が現場に行ってやってくださってるんですよね。それからズームも同じです。ズームっていうそのインターネットの会議室を維持するためにやっぱりね、リモートワークじゃなくって、現場に出て働いてくださる方とか、インターネットのそれから基地局とかをね、保守してくださる方とか、本当にね、私たちがね、リモートワークとか、なんか在宅で、なんとかかんとかっていう裏にはそうじゃない人もいるんですよね。水道の方とか電気の方とか、ガスの方とかスーパーの方とか食品流通に関わる方とかね、本当に無数に介護の方とか医療の方も数えればキリがないんですよ。で、そういった意味で私たちは本当に多くの方に支えられて生きてるし、逆に私たちも多くの方を支えていかないとなっていうふうな気持ちになるわけですよね。はい、手紙の方に戻ります。これからも毎日動画チェックします。いや、ありがとうございます。今日も検察庁改正案と久しぶりの暗号通貨動画良かったです。あ、久しぶりの暗号通貨ってことは随分前から見てくださっていたんですよね。そうですよね。ありがとうございます。当然グッドボタンプッシュさせていただきました。恐縮でございます。本当にグッドを押していただくと動画が拡散されやすくなるんで、私の考えがね、いろんな方に伝わって、いいのかなと思いますけどね。これからもご自愛の上頑張ってください。私も頑張りますということで、お互い頑張っていきましょう。お互いね、何ができるか分からない時もあると思いますし、ものすごくね、小さいことにこだわる時もあると思うんですよ。でも小さいことにもこだわっていきましょう。そして同じぐらい大きな夢を見ていきましょう。ということで今回の動画編集は以上でございます。またメッセージください。